で、まあ、カラーローテーションなんかもね、まあ、バリエーション結構セーラームーン、例えば、まあ、こういった及川カラーだとか、うん、若菜カラーみたいにこうベイトウィッシュに似たようなカラーとか、うん、場合によってはこうピンクとかね、うん、あるいはこう白の系のパールファイト系のカラーがあるんですけども、うん、まあ、使い分け、まあ、どんな状況でどんなのはのカラーをチョイスしたらいいのかっていうと、そのあたりどうなんですか。基本的にね、うん、あの水深があんまりない、うん、魚が泳いでるレンジとルアーの、ね、表面からこれぐらい、うん、とか近いところは近ければ近いほどナチュラル、うん、じゃあ今日みたいなシチュエーション、うん、要はシャローフラットで本当浅いところを引いてくるような時はナチュラル、ワカサギっぽいやつ、なるほどね、うん、まあ、アユっぽいやつとか、まあ、オイカっぽい、要はナチュラル系、ね、本物っぽいやつ、はいはいはい、でその本物っぽいやつを例えばワカサギだからワカサギを最初に投げました、うん、もちろんそれね、でもこう見たけど、うん、ついてきたけどスーって潜ってる、うんうん、そしたら今度オイカを投げてみる、うん、じゃあ同じナチュラルでも別のものを投げてみるってことね。食べてるのはワカサギかもしれないけど、うん、こういうカラーローテーションすることで、はいはい、このついてくる浮いてきただけの魚が、うん、今日みたいに突然色を変えた瞬間にちゃんと食べ、うん、反応してね、思いっきり食べてる、うん、でその今度は魚とルアーのレンジが離れれば離れるほど、うん、こういうピンクとか、うん、白とかチャート、まだあとチャートとかもあるんだけど、アピール力が強いカラーで、うん、遠くから魚を寄せてくるっていう、ね、この、ね、背中がピンクで泳がないんだから、うん、こうこれがスーって来たって魚から見えないってみんなよく言うんだけど、うん、でも実際これだけ潜ってるんで、うん、このピンクが、うん、水面に映るのね。あ、なるほどね、そういうイメージなんだ。このピンクプラスこの脇のほんのりパールが水面に映って、こうやって2つのものはこう動いていく。じゃあまあこうボトムがイメージ的にはボトムの方から見上げてるルアーがこう全体的にボワッと全体膨張して見えるような、そういう感じになってるんですね。でまあ遠くからでも視覚的に深いところでも寄せてくるっていう、でラージでも5メートルぐらいから普通に見えてくるし、ましてねスモールマウスとかだったら7メートル10メートルでもこれをこう表面をゆっくり引いてると深いところからビューってきて、まあ本当にね釣りの動作とか、まあ、今のルアーセレクトなんか聞くと、まあ、基本的には非常にシンプルなテクニックのルアーだね、うん、だから唯一難しいのはその一定のスピードでゆっくり巻くっていうことむしろそこが肝かもしれませんね、うん、このルアーではね、うん、まあ本当にね今日の実調シーンを見てぜひ参考にしてもらえば、うん、まあ、かなり大きなヒントがその中入ってると思うんで、ね、うん、まあ、ぜひ全国のフィールドで試してもらいたいですよね、うん、まあ、実際にこれ野池なんかでも僕釣ってるし、うん、まあ、川なんかでも釣れたりとか、まあ、本当にフィールドのシチュエーション問わず効果があるっていう、ね、ね、僕なんて霞ヶ浦とか、うん、ああいうとこの護岸沿いとかでも普通に釣ってるし、うんうん、なるほどね、じゃあ、まあ、魚がね上を見てるベイトフィッシュを意識してるような時は、うん、もうどんな時でも湖でも大丈夫、うん、なるほどね。このセーラーミノーの特徴の一つにこの後ろのパラシュートフックとこのね繊維がついてるんですけど、これがまっすぐに引くための肝でもあります。でこれがね結構ボックスの中でこうぐちゃぐちゃにしとくとね絡んじゃったり曲がっちゃったり、そうすると、ね、すぐ取り出せなかったり曲がると直進性が悪くなって、そういう問題が起きないように僕はこういうケースを使ってます。こういうやつ、これはもともとジャッカルであるタイカブラ用のケースなんですけど、ね、ここに本当はもう一枚ウレタンが入ってるんですけどね、それを取っちゃって、あとはこれ入ってるまんまそこにリアフックをこう引っ掛けてあげると、こういう状態でもうルアーが暴れなくなります。そうすればフック同士が絡むこともないし、この繊維が曲がることもない。で今はこっちが、まあ、プロトタイプなんですけどフローティングで、こっちはシンキングっていう風に分けて今使ってます。これがあるとすごい便利だと思います。じゃあ、まあ、あとこうワームなんだけどね、うん、まあ、実際今日苦手だとか言いながらしっかり釣れてましたけど、はい、これはねもともとスーパークロステルシャットっていうのがあって、うん、まあ、この間のトップ50のね、うん、高滝ダムのプランの時にね、ちょっとワカサギのシルエットを見ながら、まあ、ひらめいたものなんですけども、
まあ、最大の違いってやっぱピンテールなんですよね、うんうん、ボディのボリュームはむしろスーパークロステールシャトルこれ3インチですけどもあると、うんうんまあ、ただテール自体は細かくて、うん、こうスーパークロステールシャトルがまあ全身をこう大きく揺すりながら動くに対してこれはこうテールは小刻みにピリピリ動くというような感じで、はいはいはいまあ、今日みたいにね、ジグヘッドのスイミングでシェイクするとこうロールキラキラしながらこうなるんですけどね、まあ、非常にシンプルでしょ、うん、これもまあね、本当にセーラーに近いっちゃ近いんですけども、まあ、ベイト牛を強く意識してで、まあ、特に今日はねちょっとこう浅いところへの反応っていうのが何深かったからね、まあ、そんな時は、まあ、若干水深を落として同じこうベイト牛のコンセプトでもこういったねワームを使うことによって、まあ、バイトに寄せるということでもかなりね高滝でも効果があったんで、うん、ぜひこれはね今後発売したいなというふうに思ってるんです。やっぱりこういうリアルなうん、色とか それにこだわりがある、まあ、あのねこれ、まあ、さっきもボートの上で話したんだけどもともとお互いほら色に対しては細かいことって言わなかったじゃない、うんまあ、ただ、まあ、ここへ来て、まあ、特に IG 系の釣りをするようになってから、うんまあ、これ例えばアイシャットなんかもそうだし、うん、セーラーもそうだし、うん、要は水面で見せて食わせるようなルアーを使うようになってからこれはねちょっと色ってあるぞって自分なりに、ね、思うところがあってでまあ、それをワームに展開して作ったのはこういうカラーなんですけども、まあ、基本はさっきね山木プロが言ったように、まあ、そのクリアウォーターであればもうそこにいるベイトウィッシュに合わせて使うでも反応が、まあ、ショートバイクワームの場合はショートバイクだったりあるいはバイトがない時はちょっとまあ同系色の色でも多少トーンを変えたものを使うことによってまあバイトが得られるということでこれは新たな発見ですよね。だからまあまあワームに限らずプラグに限らず、まあ、カラーをきちっと合わせて、まあ、チョイスしてローテーションしながら、うんまあ、そのフィールドに合った、ねうん、カラーを選んでやると今まで取れなかった場所が取れる、これはもう間違いないです ね、ということで、まあ、カラーも、ね、非常に勉強になった、うんまあ、この最近の、ね、IGK ブームだっていうことも僕になると思いますね、まあ、そんなわけで、まあ、今回はベイトウィッシュをイミテートしたセーラーとあとは高滝スペシャルで非常にいい釣りができたので、まあ、動画見てもらえば、ね、皆さんこうどうやって使うのかなって分かってもらえる、まあ、使い方本当に両方とも非常にシンプルなんでねえ、うんうんまあ、こっちはね特にシンプルだし、うん、これね俺でも釣れた、ね、適当に適当にねあの本当にシェイクしながら巻くだけというね非常に簡単な釣りなんで、うんまあ、とにかくベイトウィッシュを盛んにバスが意識しているときは、うん、ぜひ試してもらえる釣り方ですね、はい、2つは白鳥だ白鳥あれってどっか飛んでっちゃうんじゃなくてずっとここにいるんだっけもう基本的にいるんじゃないここのやつは心のふるさとなの富士山あんじゃないそれはボートで狙うほどは分け合えるほどはいないついてきたあ、濁いだ濁いがついてきたお前50アップじゃねえか何やってんだよって日本がついてきたんだよ最初知ってるけどその後ろに後ろ50アップじゃねえかお前ちゃんと釣れよマジじゃダメだよあんた